山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻める。インコース詰まりました。ライン際へ打ち上げています。バッターは2番に入っている柳田。山崎、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは山崎、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。これが2球目。ノーボール2ストライクです。内へ持ってきましたが外れました。変化球で空振りを取ります。3番バッター栗原、ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。ファウルになります。引っ張った、高い打球ライトへ。ここはフライになっています。最後はライトフライ。セカンドで3アウトです。さあ、これからホークスが守備につきます。バッターは丸。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。さあ、2球目は何か。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは、さあ、そしてバッターボックスにはウォーカーが入ります。さあ、一打先制のチャンス。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。次が2球目。今のはよく見ましたね。アウトの際どいところ、わずかに外れました。インサイド落ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。何で来るか。際どいコース見送っています。インサイド落ちました。取ってワンアウトです。さあ、そして打席には岡本が入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、こういったチャンスでできるだけ差を広げる。インサイド落ちました。ファウルになります。際どい球、ボールになります。中へのストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナー、まず何を投げてくるか。インサイド落ちました。取った。一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターボックスには6番亀井。ジャイアンツ、この回2点を入れています。バッターボックスには代打の小笠原。ツーアウトランナー3塁です。